はい、デレマスピーの皆さんお疲れさんです。シキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日はですねちょっとガシャちょっと10連だけだけどね回す予定です。まあ10連だけなんでねいい結果出るかどうかわかんないですけど、でね今日ね実はねいつもねのね収録機材使ってないんですよ。ね私ねいつもはねスピーカープラスピンマイクをつけてゲーム実況の方収録させていただいてるんですけど、ちょっとね今日ちょっと私事でねねちょっと大変なことになっちゃってね。はい、ね普段あんま使わないんですけど特殊なねスピーカーとあれじゃあイヤホンマイクがあってね、そちらを使ってちょっと今録画してる途中なんですよ。でこのねイヤホンマイク使うとね音がね安定して取れないとかっていうデメリットあるんだけど、どこでもね簡単にねとこの収録ができるっていうやつなんですよ。でなんでこれ使ってるかっていうと、私今ね仕事から帰ってきてからほとんどベッドで寝てる状態なんですよ。はい、実はですね仕事中ですねなんとぎっくり腰になっちゃいましたもう笑い事じゃねえよっていう感じなんですけどね、なった状況もなった状況で笑えるんですよ。別に重いものを持ったわけじゃないんですよ。ちょっと私仕事でねちょっと現場仕事しててね、今日ね現場でねちょっと腰を曲げてで移動しなきゃいけない狭い場所があったのよそれで腰曲げてちょっと動いたらなぜか知らんけど腰がいってしまいましたもう笑うしかねえ、なんでこんなんでぎっくり腰になっちゃったんだって自分でも思いますよ。でね私ねちょっとツイッターとかで人と話してて思ったんやけどね、皆さんひょっとして私の年齢っていくらだとどれぐらいだと想像してますかね。私ね実はですね結構昔からそうなんやけど喋り方が落ち着きすぎてでてるのか知らんねんけど、結構ね実年齢より年上に見られることが多いんですよね、うん、私結構ね、うん、まあ若くはないけどそんな年いってないよとは思うぐらいの年齢なんですよね、うん、どうなんでしょうかね。皆さんは私の声若く聞こえてるのか、それとも年寄りに聞こえてるのか。まあヒントを言うとね、私ねギリ昭和生まれですそうもうこれだけは言っときます、ギリ昭和生まれなんですよ。ということでまあそんなくだらないお話も置いといて、ではねね、いつものおまじないから行ってみましょう。なかなか出ないですね。いつもより心のこもナスじゃなくてひまわりパパ、皆さんの声援流れに終わったら来ました降ってきました、ついてますね。ありがとうございます。ではガシャ行きましょう。本日よりガシャの更新が来てまして、あっとっとっとプラチナオーディションガシャに千崎エマが来ておりますね。はい、新規 SS レアとして、はい、相手の詳細見ていきましょう。新 SS レアとしてライジングビート千崎エマ来ております。こちらボーカル特化型ですね。センター効果パッションボイス、パッションアイドルのボーカルアピール値 90% アップ、特技エキサイティングボイス、効果13秒前中核率でかなりの
間、コンボボーナス 13% アップ、パーフェクトでライフ1回復となっております。特訓はこんな感じ、うん、もうエマといえばダンスっていう感じの女の子なんですけどね、そんなアクティブな感じの衣装になりますね。はい、そしてもう一人、新エスレアドライブチェア原田美代さん来ております。こちらの方はですね、ビジュアル特化型ですね。センター効果キュートメイク、キュートアイドルのビジュアルアピール値 60% アップ、特技サポートテクニック4秒前、高確率で一瞬の間パーフェクトのスコア 15% アップとなっております。はい、特訓はこんな感じ応援団長って感じですかね、こっちは特訓はでね、まあ一応10連だけなんでね、うん、もう期待できないと思いますけど、まあ一期一会という気持ちは忘れずにガシャ引いていきましょう。ではね、事例いきます。1、2、3、4、5、どうなるでしょうか、行ってみましょう。よいしょと、うん、このロードどうだろう、うん、青ですね、青、行きましょう。あ、入ってる、ラッキー、チャンスチャンス、これチャンスですね。はい、1枚目栗原ねねさんです。りょうさん、ななちゃん、かなで、はい、次続きまして、つかさ社長、はい、続きましてゆきな、キャッシー、キラリ、リカちゃん、さあラスト SS レアです。あ、誰が来るでしょう。あ、新規なら嬉しい、エマならもう、あ、結構嬉しい、好きだね。だ、あ、どうなるでしょう、行きましょう。リーナ、あ、リナ来たやった、新規だあ、これはこれで嬉しいっす。リナポヨは、リナポヨは嬉しい、リナポヨある意味嬉しいぞこれやったやったー、やリナポヨ、ですね、あ、ボーカル特化型ですね。ああ、オールラウンド、あ、嬉しい、あ、やっ、うん、やったってね。よう見たらね、エマの隣リナポヨやんうわー、偶然にも、うん、これ運命やったんかなっていう感じですね、この引きはまあこんな嬉しいこともあったので、最後はこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。いやいや、一応ね10連やったからね、あんま期待してなかったですよ俺ラッキーって思いましたああ、うん、まあね、私一応キュートのねアイドルの SS レアが一番少ないんで嬉しいですねこれは。はいやったやったこれとリナ見たけど、これでリナ一応 SS レア一人だけだな、デレステの、デレステのリナポヨ一応コンプですねこれでああよかったよかった。あ、で本日のこの子のことを知ってもらいたいねんで紹介するアイドルなんですけども、うん、あるキャラクターをこよなく愛する女性ですよあるキャラ、うん、
例えば猫っぴとか、あ、ちゃうけどね、猫、今日紹介するアイドルが、アイドルの方が、大事にしてる、あ、好きなキャラクターは猫っぴではないですよ。ということでこの方です。本日紹介するのは綾瀬ほのかさんです。ほのかさんはですね、もともとバレエで活躍してたんですけども、自分のバレエダンサーとしてのね、表現力に限界を感じてアイドルに転身した女性です。ですね、彼女はですね、まあ、あのピニャコラタの飼い主としても有名ですね。ピニャコラタを愛するがありね、ピニャコラタを可愛いと言ってます。でね、で同じユニットフリルドスクエアのね、ゆずっちはね、よくねピニャのことをねいじったりね、ピニャのことをね緑のブサイクと呼んだりしてるんですよね。まあそんな、いじられてるピニャを見てね、ほのかさんちょっと怒ったりもしますよね。そんなピニャを大事にする綾瀬ほのかさん、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよという方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画を見ることもできます。もしよろしければそちらをご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。さかぽんでした。